こんにちは、後藤雄です、えー、今回は毎月29日がですね、まあ、ブックの日って言って、まあ、ブックオフとかが安いんですよ、ちょっと。なので、えー、私はブックの日、毎月29日にブックオフで割とドカ,ドカ買い爆買いをするっていう習慣があるんですけど、それでまあ今月っていうか、もう11月ですか、に買ったものっていうのを紹介します。あの、先に言っておきますが、 大した本は買ってないい。のでご了承くださいということでまず第1冊目ジャジャンこちらです「ナポレオン鶴見祐介」の2っていう作家による、えー、ナポレオンの伝記ですねこれが200円だったんで買っちゃいました鶴見祐介っていうのはですね鶴見俊介っていうまあ戦後のね有名な思想家のお父さんで、えー、かなり有名な、えー、作家で伝記作家でもあるし、えー、小説家でもあるっていう ね、この人のね何が素晴らしいかっていうとね日本語がねなんか弁論術みたいなレトリックをすごい若い頃学んでたみたいなんですけどもうとにかく日本語が素晴らしいんですよもうねえっ、ー、と今までにこう聞いたこともないような美しい日本語によってなんかナポレオンの伝記が書かれているっていうこの人ねプルターク英雄伝の。 えなんか翻訳とかもしてるんですよ、まあ、唯一の欠点は、えー、と人名が英語読みとかで、えー、すげえ読みにくいっていうことだけなんですけど、まあ、それを抜きにすればもう鶴見祐介の著作特に電気小説っていうのは非常に読んで面白いあのー、もうまさにね電気のいいところそのワクワクさせるとか多分電気小説書かせたら鶴見祐介が一番うまいんじゃないかって私は勝手に ほととんんど電気小説読んだことないですす。けど、思ってますなんで鶴見祐介の、えー、プルターク英雄伝とかナポレオンとか、まあ、こんな感じで売ってますからぜひ見かけたらね買っておくのをおすすめしますよくわかる倫理とか買っちゃったんですよねもうこの辺のえー、なんか倫理用語集とかなんか倫理資料集とかえー、なんか一問一答とかなんか問題集とか こういうのをなんか、なんか、センター試験の倫理とか、そんなのをたくさん買っちゃったんですよ。これは何でかっていうと、まあ、その哲学史のね、動画を作ってくださいっていうふうに、結構リクエストがあるんですけど、まあ、覚えてないんですよ。社会科の先生とか、特にそうだと思うんですよ。その私学科出ても、別にやってたところってある時代の。 だけじゃないですか自分が詳しいのって例えばうんと中世ヨーロッパだけは詳しいけどそんな世界史じゃいざ教えるってなってその中国史とか、えー、モンゴル史とか全然わがんねえみたいなものって絶対あると思うんですよでそれと同じ状況を今僕は、えー、直面してましてそれで今一生懸命復習をしようと思って <laughs> まずは高校の倫理からっていうようなことを思って買ったんですよねでもねこれね まあなんでこんな倫理をなんか復習しよう。その復習の素材に倫理を選んだっていうのはちゃんと理由があるんですよ。そのなんか新書とかでね、その西洋哲学史とか、もっとなんか一般書向けで、なんか初めての哲学史とかもいっぱいあるんですけど、それらってあんまり、まあ持っててもいいですけど、役に立たないと、えー、個人的には思ってます。で、倫理の方が。 えなんか全体的によくまとまってるしそのまあ客観性って言ったらあれですけどまあできるだけねこうまんべんなくその主観をその著者の人格が出てないような語り方をしてるのでまあその辺はうんと思います特にいいのが問題集。これ問題集でやった方が絶対ただ本読みよりか覚えるんですよ。 ね、これはね面白いですよ。僕はちょっとギリシャ時代に詳しいんですけどあのー、もうポンポン解けるだろうと思ってたら意外に解けないんですよ。えな何これみたいな <laughs>、まあ。例えばですけど周囲を城壁で囲われその中央に小高い丘と神殿を持つ古代ギリシャ都市国家のことを何というか「ん何それ?」とかって思うわけですよ。<laughs> それで5秒くらい考えて「んポリスかな?」って思ったら「ああってたみたいな感じでで。 なんかギリシアの都市国家の構成要素の一つで、市場が立ったり、議論が行われたりした広場なんていうか、ああ、アゴラかなみたいな。そんな感じで、ああ、いけるかなって思ったらですね、なんか突然ね、もう難しい問題が、てかもう出てくるんですよね。なんかソクラテスのことで、例えば、え本来はそのものの卓越性のことであり、勇気や正義や節制などの人間的な卓越性のことをまとめてなんていうか、これはまあ、 あれて,ーって、徳って意味なんですけど、その次の問題が、その徳の卓越性は、魂の良さでもあり、美しさでもあるが、こうした事態をソクラテスは何というかって、はぁってなったんですよ。<laughs> こうした徳徳の、徳の卓越性ってまずもうなんかよくわかんないし、その、魂の良さでもあり、美しさでもあるが、こうした事態をソクラテスは何というかって、何この問題意味がわかんないって思って <laughs>。 10秒ぐらい考えた後に答えを見たら「全美の事柄」とかって言うんですよね。いや全美の事柄って答え問題悪すぎるだろこれとかって突っ込みながらですねこうちょっと楽しくね読み進められるっていうこう全然知らないところの時代とかになってくるとああ分かんないなとかって普通に思うのでなんか僕は別に現代とかそんなに詳しくないんですけど結構だから勉強になる普通に覚えられるっていう意味では。 西洋哲学史の流れをなんとなんか頭に叩き込みたいっていう意味では、もうリリーの問題集やるのが一番いい,いいような気がしますね。用語集とかも、なんか物によっては、こうなんか、人物の生涯と思想とかって、こうたくさん丁寧に書いてくれてるので、まあいいような気がします。外せないのが資料集ですね。資料集は、うんと、なんで必要かっていうと、まあ資料集っていうだけあって、その原点の引用とかが、あとはなんか、 分かりやすい図表やまとめとかがですね、えー、書かれてるんですよ。まあ、ソクラテスの欄をパッと見せます。えー、っとこの目がね暗くて見えないですよ。えー、っとこの左下の「自然哲学」とか「ソクラテス・ソフィスト」のまとめとかってこういう分かりやすい表とか書いてあったりなんかえー、っとあとは。<laughs> こういうい資料とか言って資料1とか言って普通にこう原点の翻訳がねえちゃんと丁寧に引かれてるんですよだからこの資料集をね問題集解きながら資料集を問題集でなんとなくこううんとこれといえばこれみたいなもうマジカルバナナみたいな感じで連想ゲームみたいな感じで知識をまあ頭に入れていくとまあそれからおもむろにこういう教科書とかびっくりしたんですけど 著者が藤田正勝先生なんですよねこれ京大の日本思想の教授でえマジでこんな有名な人が教科書作ってくれてんのとかって思って思わず買っちゃったんですけどまあこれがねもうカラーで結構本当によくできてる予感がするんですよねこういうアリストテレスのところとか。だからこれね多分普通にいい本じゃないかなって気がするんですよねなんかカルバンがどうのとかって。 だからこれシグマのやつもあっったら買っていいいと思います、まあ、教科書の補填。でまあ問題集そのセンター試験とかまだ全然やってないからセンター試験の倫理っていうのはまあなんか知識を問うっていうよりかはなんかもう本当に現代的な問題とかもなんか出てきてるからそこまで西洋哲学史に役に立たないかなとは思うんですけどまあでも多少は出てくるとは思うのでその西洋哲学の問題とか。 あともちろん倫理なんで、えー、と中国思想とか、うん、と仏教とか、えー、キリスト教イスラム教あとは日本思想古代から、えー、なんか古代の仏教の、えー、思想から、うん、と鎌倉とか、うん、と江戸時代のねなんか朱子学とか、えー、国学とかそれで明治の、うん、と西田喜多郎とかそういうあたりまですごい 日本思想をめちゃくちゃカバーしてるんでまあこの倫理のね藤田先生がや倫理の教科書を作ってるっていうか監修してるっていうのはすごいいいような気がします。なんで特に本当に西洋哲学とか日本思想のなんか流れ一連の流れみたいなのを頭にえ言えたい人はもうちょっと倫理のねうんと教科書とか問題集特に問題集ですよ。 あの、単純にもう一般書の本見てても覚えらんないですから、僕はね、少なくとも。なので、ぜひ、えー、倫理の教科書でね、別に参考書コーナー、古本屋のね、参考書コーナーにもうたくさんあると思いますし、別に10年くらい前のでも、そのソクラデスとかプラトンの <laughs>、教科書的な説明が変わるわけはないので、あのー、100円とか200円で、えー、バンバン手に入れて、 えちょっと問題でも解いてみるのが西洋哲学のね、うん、流れ、思想の流れを知るのにいいと思います。はい。ということで今日の動画は以上です。まあ倫理のね、高校ブックオフで買った本っていうことから、えー、なんで高校倫理の、えー、参考書とか問題集をたくさん買ったかっていう話をしました。ま,あ、まとめると、えー、倫理で問題を解くのが多分哲学史の流れを 把握する上では一番うんやりやすい、分かりやすい、覚えやすいだろうっていう、記憶に残りやすいだろうっていうことで、えー、紹介してみました。今回の動画が、えー、面白かったとか、参考になったとか、えー、倫理の本、じゃあちょっと買ってみようかなみたいに思ってくれた方は、ぜひ、えー、高評価とか、えー、シェア、チャンネル登録、えー、コメント、動画欄にコメントですね、をお気軽にお願いします。まあ 高評価もらえると、ええー、ちゃんと頑張って作ろうっていうモチベーションにもなりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、えー、高等ユーミンでした。ごきげんよう。